前回に続き、今日は和樹から、バトンタッチして井上健太が別府観光を楽しみます。来たことないっす。あ、あるかな。でもあんまりなんか巡ったことはないっす。温泉は好きっす。駅の上の天空とか寮の近くの浅木温泉とかたまに行けます。あ、今はなんかこう選手と一緒に行くっていうのはできないんで一人で行くことは多いんですけど、まあその規制がなかった時とかはウェイビス選手とか小林誠吾選手とかとよく行ってました。それでは行ってみよう。一夜千両のお湯が沸くと歌われる別府温泉の中でもひときわ賑わうのが神奈川温泉街の無臭です。木の扉を開け中に入ると8畳ほどの石室があります。温泉で熱せられた床の上には石床という清流沿いにしか群生しない薬草が敷き詰められその上に横になります。石床はすごくいい香りで癒されました。効能はスポーツをする選手にはもってこいの効果が期待できます。あー気持ちいい。めっちゃスッキリしました。やった整いましたか。整いました。この石床っていう薬草がすごい香りがもうめっちゃプンプンきて超スッキリしました。サウナはたまに温泉に行った時には入るようにしてます。なんかサウナったら木の匂いとかがすごいするんですけどここはこの石床の匂いがすごくてなんかいつもと違う感じですごい良かったです。そうですね、認定します。別府最高。